バトルキューブっていう。バトルキューブ。ご覧いただくとこういう四角いタイトル状の、はい、キューブ状の、うん、戦わせるんですけども、はい、何をするかっていうと、これじゃんけんのおもちゃになってまして、えこれ顔を取っていただくとですね、はい、この中にグーチョキパーがあります、はいはい、でこのレバーをセットしていただいて、はい、うんはい、これをらキューブがそうですね、セットしてセットして、はい、これを2つ作っていただいて、はいはい、お互いこれ何がセットされたか分からない状態なんですが、これで近づけていた、よろしかったらこっちを近づけていただけますか。せーの、あっあっあっ、食べちゃった食べちゃったすごい、えキャップが、これ何これ、キャップの勝ち、キャップの勝ち、ちょっとやりましょう。よろしかったら、これはどこでグーチョキパン、この頭が取れますの で頭を取る、はい、でこの中にレバーが、はい、ちょっとちっちゃくありますね、で、はい、こう左右真ん中、はい、それでまず決めていただいて、あー、ほんまやん、見せちゃダメですね、はい、ほんまやん、これが、はい、じゃあこれも、はい、トーナメント大場さん、あ、グーパーできない、これでも、これでじゃんけんこれで終わりやん、グッパーで、はい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 、ちょっと、なんで、一回勝ちたくなるくせ、なんですか、なんで一回直出すね、はい、はい、はい、よし、俺と竹原さんで、大場さん、めっちゃいいやすよ、じゃあ僕らからいきますか、まずはね、はい、じゃあ、はい、はい、決めていただいて、佐藤はなぁ、何で来るかなぁ、はい、あれやろな、もう駆け引きを、まあ、じゃんけんといえば、いや、そうっすよ、なんでお互い上に来るように、あ、なるほど、置いていただいて、こうですね、そうですね、はい、で、こうスーッと合わせていただくと、うわ、いいですね、食べちゃうぞ食べちゃうからなぁ、なんか掛け声は、なんですか、ないんです、はい、バトルキューブ、バトルキューブ、バトルキューブ、レディー、ゴー、あいや引き分けこうなんねやこれ多分何個かあると自分でいくつか組み合わせてそう駆け引きがあるんですけど、1個だけだと手間が、ね、いえいえ、でもこの手間が、これも売れたってことですか、一応ですね、最初に言った分はおかげさまでこれを残して頑張りました、すごいみんな、いや、おもろいっすよ、じゃんけんがめんどくさくなってるんですよ、そんなことありません一番簡単な勝敗の決め方やのじゃんけん、いいよし、はい、OK、 これでも面白いな心理戦ですからね、うん、レッツ、これ食っちゃうぞ、いや、俺こそ食っちゃうぞ、いきますよ、はい、よっ、あーよっ、竹若さん強いですよ、強い強い強い、めちゃくちゃ壊れた、見事に、お見事です、僕グー出します、あら出た、僕グー出しますから、さっきからちょっとチョキ押してるね、チョキ、ああね、あえて負けるんですか、あえて負けるんですか、いいんですね、僕グーを出します、はい、はい、行きましょう、はい、ではよろしいですか、はい、はい、はい、バトルキューブスタート、ダーあれチューしちゃった、これはあのグーっておっしゃいましたね、あれあれという言い方は大野さん嘘ついてなかったっていう、これどっちだったのかな、じゃあ器のでかい男ですチョキです、ね、チョキですどうせずっとチョキ出すでしょあ、やめますね。オッケー。いや、でもなんかピースみたいな意味があるんじゃないですか、ね、平和的なことを、俺はフィギュアを通して平和なことをやりたいみたいな、なんか必ずチョキで来るでしょ、チョキで行きましょう、レディー、レディー、ゴー、ファイト、うわうわうわ、ずっとチョキでしたね。ずっとチョキでした。はい。いやー、器のデカ。
決勝進出。よし。ちなみに、はい、キャプテンアメリカまだ1回も勝ってないですよね。ああ、そういえばそうですね、はい、勝たせてあげるよ、キャップに今までね、散々苦労してきたね。なるほどね。おっニワトリのもう分かりましたよ、竹岡さんのメニューだ。あ、そう。お、今の会話の中で分かりました。よし、いきます。はい、レディーレディーレディー、おい、ゲロ。キャップの初勝利、おめでとう。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 すごい。いやいやいや、初勝利、これびっくりすんだよ。やりました。これ面白い。びっくりや、びっくりする、ほんまに。これこれおもれーな。面白いな、すごいな。笑っちゃいますね。ハーでしたね。ね、あ、小さくグーだったんです。なるほど。絶対もう大場さんのリベンジと一緒にでチョキを出すと思ったんですよ、竹岡さんの正義心からして。何したら何のこと、何のことだろう。いやすごい、いやおもろいな。いいおもちゃいっぱいありますね、やっぱ。じゃあこちらも、はい、今年の夏、はい、開催です。